おい、どういうことだよ。毎月20万も渡してるのに母さんに仕送りしてないのか。一体お金はどこにあるんだ。私は顔を真っ赤にしている夫に向かって冷静にこう言ってやった。お母さんの部屋見た。私の名前はゆか、34歳の主婦だ。夫のあきらとは結婚して2年が経つ。もともと会社員だった私だが、結婚を機に退職をして現在はパートをしながら家事を中心とした生活を送っている。ずっと実家にいたので正直家事は苦手だったけれど、2年も経つとすっかり慣れて今では家事は得意な方だ。料理自体は母の手伝いをしていたので、夫からも美味しいと言ってもらえている。そして私は最近カフェでパートとして働き始めていて、毎日充実した日々を過ごしている。美味しいコーヒーの入れ方を店長から教わり、パティシエの人に家でできる簡単なお菓子作りのレシピを教えてもらって、私は休みの日に家で夫のためにおうちカフェをしている。このロールケーキ、ふわふわですごく美味しいね。実は電子レンジで作ったんだよ。ええ、すごいね。このコーヒーも美味しいし。それは働いているカフェで販売してるコーヒー豆で入れたの。苦味が強くて美味しいよ。ロールケーキとのペアリングが最高。また作ってよ。もちろん、いいよ。夫は甘党なので、私がスイーツを作るとすごく喜ぶ。休日のちょっとしたひとときが優雅になるので、カフェで働く経験はとても生かされている。これからも私は趣味となっているコーヒーとお菓子作りの道を極めようと思う。そんな風に私たちは夫婦仲良く幸せな日々を過ごしていた。だがそんな中、とても悲しい出来事が起きた。え、父さんが倒れた。休日に夫のもとにかかってきた電話。私と夫は慌てて病院へと向かった。父さん、大丈夫か？ああ、すまない。どうやら体にガタが来てしまったようだ。しばらく入院になるそうだ。そうなんだ。義父が眠るまでいろいろと話した後、私たちは義実家に場所を移し、義母と話をした。母さん、一人で大丈夫か？ええ、とりあえずはね。だけどお父さんの入院費用とか治療費とか今後結構かかりそうで。そっか、確かにそうだよな。義父は重い病気にかかっていて治療費がかなりかかるそうだ。私と夫はそれを聞いて義母のことを気の毒に思った。ゆか、母さんに仕送りをしようと思うんだがどうかな。うん、いいと思う。お母さんのこと心配だし、一人きりだと生活が大変になると思う。だからこういう時こそ支えてあげないとね。ありがとう、ゆか。それから私たちは義母に仕送りをすることにした。本当にいいのかい？ああ、母さん遠慮しないでくれ。今まで母さんと父さんのおかげで俺は大学まで通わせてもらえたんだから。ありがとう。義父の入院費や治療費、そして義母の生活費の足しになるように毎月20万円を仕送りした。夫は仕事で忙しいので、私が日中に義母の口座に振り込みをした。これで少しでも義両親の助けになればいいな。そう思いながら私たちは仕送りを続けた。アキラ、ユカさんありがとね。おかげでだいぶ助かってるよ。仕送りを始めてから数ヶ月が経った頃、私たちは義母にそのように感謝された。だが義父は入院生活を続けてもあまり回復していないらしい。私たちが見舞いに行くと気丈に振る舞っているが、どうやら実際はかなり辛いそうだ。日に日に弱っていくパートナーの姿を見て、義母は心が痛むそうだ。私と夫はその話を聞いて自分たちも悲しくなった。どうにか義父の病気が治ればいいのに。
だがそんな願いも虚しく、義父はそれから1ヶ月後、容態が悪化しそのまま息を引き取ってしまった。義母は最愛の夫を亡くし、とても悲しんでいた。私も夫も優しかった義父の死を悲しんだ。泣き崩れている義母をなだめながら、私と夫はすぐに義父の葬儀の手配と準備に取り掛かった。無事に葬儀を終えたが、義父がもういないという事実は、私たち家族の心にぽっかりと穴を開けた。お父さん、天国でゆっくり休めてるかな。いつもせわしなく動いてた人だからな。天国でも一日は24時間しかない。と叫んでいろいろとやってるんじゃないか。義父のことを懐かしみながらも、少しずつ私たちは元気を取り戻し、そして日常の生活に戻っていった。だが義母は、やはり何十年と連れ添った夫を亡くした悲しみに、いまだ打ちひしがれているようで、私たちが顔を見せに行ってもどこか元気がなさそうだった。母さん、大丈夫か？ああ、ごめんね、アキラ。心配をかけて。俺たちにできることがあれば、何でも言ってくれよ。ありがとう。それじゃあ、一つだけお願いが。何だい？お父さんが入院してた時のように、仕送りを続けてはもらえないだろうか。え？やっぱり、なかなか生活が厳しくてね。お父さんの入院費や治療費が、思ってた以上にかかって大変だったんだよ。仕送りをしてもきつかったの？お父さんは重い病気だったからね。実は結構ギリギリだったんだ。そうだったんだ。もちろん俺は構わないよ。ゆかもいいよな。ええ、大丈夫よ。ここ数ヶ月ほど仕送りをしていたが、特に私たちの生活に変化があったわけではないし、義母がそれで少しでも元気を取り戻せるのならいいと思った。それから私はいつも通り、毎月20万を義母の口座に振り込んだ。夫は大企業で働いていて、順調に昇進しているので収入は十分にあった。それに私もパートで働いているので、生活にはかなり余裕があったのだ。そして義母に再び仕送りをするようになってから、半年ほどが経った。そんな時、夫が神妙な顔で私にこんなことを聞いてきた。なあ、ちゃんと仕送りしてる？え？私はいきなり夫にそんなことを聞かれて驚いた。もちろんしてるけど、どうしてそんなことを聞くの？母さんがまだ生活が厳しいって言ってて、それに振り込みをしてくれるのが遅いとも言ってたな。え、私は夫からお金を渡されたらすぐに義母の口座に振り込んでいる。それなのに遅いと言われても正直困る。私ちゃんとすぐに仕送りしてるよ。なんならあなたにお金をもらったら翌朝には振り込んでるし。そうか、わかった。一体どういうことなのだろうか。私は少し違和感を感じ、義母の元を訪ねることに。実際、義実家に顔を出しに行くのは久しぶりだった。お母さん、お久しぶりです。ああ、ゆかさん。よく来てくれたね。ごめんなさい、お茶がなくてお水でいいかしら。え、あ、いや、全然気になさらないで結構です。私がお水用意しますよ。ああ、大丈夫だよ。座ってておくれ。義母はそう言ってコップに水道水を入れて私と自分の前に出した。たまたまお茶がないだけなのだろうか。それともお茶を買うのも厳しい状況なのだろうか。私は義実家の居間の中を見回した。なんとなく違和感を感じたのだ。あれ？そういえば、あそこにソファーありませんでしたっけ？ああ、あれは売ったよ。え、売った？少しでも生活の足しになればと思ってね。まあ、大した金額にはならなかったけど。そんな、
他にも居間にあったインテリアなどがなくなっていた。義母は家にあるものを売ってお金にしているらしい。そして義母はなんだか痩せこけている印象だった。ちゃんと食べることができてますか？ああ、大丈夫だよ。昨日はもやし炒めを食べたよ。もやし炒め。それだけですか？ええ、まあそれと白米をちょっとだけかしら。義母の食生活はかなり貧しいものだった。お母さん、今日は何を食べるんですか？そうね、おかゆかしら。え、おかゆ。少しのお米でも結構な量になるじゃない？おかゆは結構作るわよ。そう、それじゃあ足りなくないですか？栄養だって取れないし。そんなことを考えている余裕はないのよ。とにかく節約をしないとやっていけなくて。そんな。私は義母がここまで生活に困っていることを知り絶句した。ちょっとトイレに行ってきますね。自分を落ち着かせるために私は一旦トイレに行くことに。その時、義母の部屋が少しだけ空いていることに気がついた。ちらっと部屋の中が見えたのだが、そこで私は驚きのものを発見した。あれって、そこにあったのは超高級ブランドの限定品のバッグだ。私は今でこそシンプルなプチプラな服などを着ているが、会社員の頃はよくブランド品を買っていた。だから一目見ただけでそのバッグや服の価値がわかるのだ。だが先ほどまでとても貧しいと言って辛そうにしている義母がなぜこんな高価なバッグを。私は疑問に思いながらトイレに行った。トイレから戻ってくると義母はお粥を作る準備をしていた。ゆかさん、そろそろ晩ご飯にしようかと思うから今日はもういいかい？あ、はい。結局その日は義母にそう言われて帰るしかなくなった。だが私はあのブランド品のバッグのことが引っかかって仕方なかった。そのためもう一度日を改めて義母のところに行くことにした。私には確認したいことが一つだけあった。今度は夫も連れて行った。義母が大変そうな生活をしているから私たちは食材とお酒を買い込んで義母の家で焼肉をしようと夫に提案したのだ。夫は賛成してくれて私たちは早速義実家へ。母さん、たくさん食材買ったから焼肉パーティーをしよう。まあ嬉しいわ。ありがとね、二人とも。義母はとても嬉しそうにしていた。だが私は注意深く義母の動向を観察していた。私がお酒をたくさん用意したのはあわよくば義母を酔わせて眠ってもらうためだ。そして今日は私が帰りに運転するということで夫にも酒を飲む許可を出している。夫はお酒が好きなので焼肉とあればどんどん酒が進むはずだ。私の狙い通り義母と夫は美味しそうに焼肉を食べながらお酒を堪能していた。最初は私に遠慮していた夫も私が気にせず飲んでいいと言うとどんどん酒が進んでいき義母にも飲ませていた。二人は満腹になってお酒もたくさん飲むともう食べられないと言って食卓で眠そうになっていた。そして私が後片付けをしていると二人は眠りに入っていた。私はその隙に義母の部屋へ。電気をつけるとこの前見たブランド品のバッグを見つけた。やっぱりかなり高いものだ。そしていけないと思いながらもこれも事実確認のためだと私は義母の部屋のクローゼットを開けた。するとそこには大量の高級バッグとブランド物の服が入っていた。総額合わせるとかなりの額になるだろう。そしてクローゼットの中にはジュエリーボックスもあった。私がそれを開けるとそこにはたくさんの指輪があった。どれも高級品だ。服を細かくチェックすると
最近出たばかりの新作の服などもあった。これはつまり昔のものではなく、最近買ったということだ。この時、私は確信した。義母は私たちが振り込んだ仕送りをブランド品のために使っているということだ。それなのに仕送りが足りないだとか、生活が苦しいなんてよく言えたものだ。私は怒りでいっぱいになった。そして一度義母への仕送りを止めることにした。私は義母の部屋に入ったことがバレないように、すべてを元の位置に戻して居間に戻った。それから夫を起こし、そろそろ帰ろうと言って自分たちの家に帰ることに。私たちが帰る時も、義母はわざとらしく、久しぶりにこんなおいしいものが食べられて、幸せだったわ、と言ってきた。あなたがブランド品を買うのをやめれば、普通に食べられると思うけど。そんなことを思いながら私は車を走らせた。それから2ヶ月ほど、私は義母への仕送りをやめた。するとある日、仕事から帰ってきた夫が険しい顔をしながら、私に詰め寄ってきた。おい、どういうことだよ。毎月20万も渡してるのに、母さんに仕送りしてないのか。母さんから、ここ2ヶ月ほど仕送りが来ていないって連絡が入ったぞ。一体、お金はどこにあるんだ。私は顔を真っ赤にしている夫に向かって冷静にこう言ってやった。お母さんの部屋見た。は、母さんの部屋。見てないけど、それがどうしたって言うんだよ。私、この前お母さんの部屋の中に大量のブランド品があるのを見つけたの。え？私はそう言ってスマホで撮った写真を夫に見せた。あの時、私は義母の部屋を写真に撮っていたのだ。こんなこと勝手にするのは正直気が引けたけど、だけど仕送りがどのように使われてるのか、真実を知りたくて調べたの。私がそう言いながら写真を見せると、夫の顔がどんどん青くなっていった。これってつまり、俺たちが仕送りしてる金で買ったってことか。そういうことになると思う。もしかしたら貧乏なふりをしてて、生活も本当は辛くないのかも。そんな。夫は信じられないというような顔をしていた。だが百聞は一見にしかず。私たちはアポなしで義母の家に行くことに。夫と私は車を走らせて義実家に着くと、夫が持っている鍵で家の中に入った。そして今へ行くと、義母はちょうど食事をしているところだった。え、アキラたちどうしたの？食卓に目をやると、そこには野菜炒めに冷ややっこ、枝豆、味噌汁に白米にビールがあり、普通の食生活を義母は送っていることがすぐに分かった。母さん、生活が苦しいんじゃないの？え、この食事のこと。これはご近所さんが枝豆とビールをくれて。そういうごまかしはいいよ。夫はそう言うと義母の部屋へ向かった。あ、ちょっとどうしたの？義母が慌てて夫を追うが、時すでに遅し。夫はクローゼットを開けて義母をにらみつけた。このブランド品の数々は何だ？そう、それは昔持ってたもので。お母さん、嘘はいけませんよ。新作物が随分と並んでるじゃないですか。つまり母さんは俺たちの仕送りをブランド品を買うために使ってたってことだよな。そう、それは。義母は真実がバレてかなり動揺していた。母さん、俺たちは母さんが父さんを失ってすごく悲しんでいるのを心配してたんだ。だから仕送りも続けてた。それをどうして俺たちを裏切るようなことをするんだよ。ごめんなさい。一度買い出したら止まらなくなって。義母はそう言いながら泣き崩れた。話によると、義父が入院となってから、義母は好き勝手やれると舞い上がっていたそうだ。私も夫もこの話を聞いてショックだったのだが、
義母は定年退職をした義父と一日中顔を合わせて生活をするのが苦痛だったらしい。そんな中、義父が重い病気になり、家で一人になることができてタガが外れたそうだ。好きな時間に出かけて、好きなものを買って好きなものを食べてという生活をしていたら、あっという間にお金が消えていったらしい。そこで私たちに治療費が大変だと嘘をついて、仕送りをもらうことを考えた。話によると、義父の入院費用と治療費は義父が自分の貯金から支払っていたらしく、私たちの仕送りは必要がなかったらしい。義母は義父の入院生活が終わるまでの間だけでも贅沢をしようと考えていたのだが、一度染みついた浪費癖を簡単に治すことはできなかった。そのため義父が亡くなってからも私たちから仕送りをもらうことにしたようだ。そして私たちによりお金をもらうために、私たちの前では貧乏な暮らしをしているふりをしていたそうだ。私が義母の様子を見に行くと言った時は、一日ほど何も食べないで飢えている状態にしたらしい。そこまでしてお金をたかろうとしていたことを知り、私と夫は呆れてしまった。謝るから許してちょうだい。義母はそう言いながら土下座をしてきたが、私たちが裏切られたショックは大きかった。母さん、残念だけど俺は母さんのことを許すことはできない。父さんが入院してからついこの間までの約1年間、俺たちを騙して仕送りをもらってたんだから。もうお金を渡すことはしないし、親子の縁を切る。そんな。お願いよ。あなたたちに見捨てられたら私生きていけないわ。ブランド品を買うのをやめればいいだけだろ。あとは年金生活で頑張って生きていけばいい。とにかく俺たちはもう母さんとは関わらないから。夫はそう言って私の手を引き、義実家を後にした。義母からはたくさんの電話やメッセージが来たが、全部無視をした。そして私たちは義母に内緒で賃貸のマンションを解約し引っ越しもした。これで義母が私たちにコンタクトを取る手段はなくなったわけだ。それから数ヶ月ほど経った頃、私と夫は近くを通ったので久しぶりに義実家の前まで車で行くことにした。もちろん外から眺めるだけにしようと思っていた。するとなんと義実家は売り家になっていたのだ。きっと義母はその後も浪費がやめられず、借金をしてブランド品を買っていたのではないだろうか。そして借金が膨らんでいき、ついには家を売らざるを得なくなったのだろう。私と夫は義母に呆れながら車を走らせて家に帰った。その後も私たちは義母とは一切連絡を取っていない。つい最近私は出産をしたのだが、子供にも会わせるつもりはない。義母とは今後関わることはせずに、私たちは私の親と自分たちの子供を家族として彼らを大事にしながら幸せに生きていこうと思う。あれ、お母さん入院してたんじゃないんですか？いやいや、ただのぎっくり腰だよ。え、私はすぐに夫に電話をした。あなた今どこにいるの？すると夫は、母さんの病室だよ。説明を受けてる最中だから電話してこないでくれ、と言って電話をすぐに切ってしまった。私はこの時、夫が嘘をついていることを知った。それじゃあこの家から出ていこうか。義母にそう言われ、私は強くうなずいた。私の名前はのぞみ、29歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して1年が経つ。新婚の私たちは毎日楽しく幸せな日々を過ごしている。今日すごくいい天気だね。そうだな、ドライブでも行っちゃうか。いいね、行こう。私たちはこんな風にフットワークが軽くて突発的に出かけることが多い。この日も遠くまでドライブをして観光地まで行き、
結局当日にホテルを予約して一泊したほどだ。私と夫の出会いは仕事関係だった。私は雑誌の編集者をしていて、夫は大企業に勤めるサラリーマンだった。夫が働く会社の取材をした時に私は夫と出会った。ちょっと気恥ずかしい話だが、夫は私と初めて会った時に一目惚れをしたらしい。それで何週間か一緒に仕事をして、最後の挨拶をした時に連絡先を聞かれた。それから二人で食事に行き、デートにも行って距離が縮んでいった。そして彼に告白されて交際がスタート。その後一年ほど交際を続けた後、彼にプロポーズをされて結婚することになった。私は彼のとても紳士的で、一途なところに惹かれていた。彼は私のことをとても大事にしてくれた。今まで付き合ってきた中で誰よりも優しいと思う。だからそんな彼と結婚が決まった時は嬉しかった。絶対に幸せな結婚生活が送れると、そう確信していた。それから私たちはお互いの親に挨拶をした。私の両親もすぐに彼のことを気に入ったようだ。そして私も彼のご両親にとても気に入ってもらえた。のぞみさんのような素敵な女性が嫁に来てくれるなんて、とても嬉しいわ。本当にマサトでいいのかい？ちょっと、それどういうことだよ父さん。彼はご両親と仲がいいようで、とても楽しそうに話していた。義実家は地方にあり、彼は大学から上京していた。だからご両親も彼が帰ってくるととても嬉しいようだ。そして両家の顔合わせも無事に終わり、私たちは結婚をした。結婚式ではたくさんの人に祝福してもらえてとても嬉しかった。それから始まった新婚生活。1年経った今でも幸せで、私は彼と結婚して本当に良かったと思った。夫からは結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は結婚と同時に寿退社をして専業主婦になった。夫は大企業勤務なので、私が専業主婦でも十分に暮らしていけるのだ。今まで仕事であちこち走り回っていた分、専業主婦の時間は個人的には休息のような時間だった。家事はもともと好きだったし、料理は時間があれば手の込んだものを作りたいと思っていたから、今は美味しいものを作って夫に食べさせるのがとても幸せだ。このハンバーグ超うまいよ。中にチーズも入ってて最高だね。デミグラスソースもどうやって作ってるのってくらい美味しい。口に頬張りながら嬉しそうにそう言う夫。私は夫が美味しそうに食べて喜んでいる姿を見るだけでとても嬉しい。これからも家事を頑張って、美味しい料理を作って夫を支えていこうと、そう思っていた。だが最近、夫はかなり仕事が忙しくなっていた。ごめん、今日晩ご飯いらないわ。そっか、わかった。仕事中の夫からのメッセージを見て、私は少し寂しくなる。夫は現在激務に追われているらしく、毎日残業をして遅くまで会社で働いている。だから会社で適当にコンビニ弁当やおにぎりを食べて済ませているらしい。部下もみんな一緒になって頑張ってるから、俺だけ抜けることはできなくて。そうだよね。夫は課長としての責任から、そうやっていつも一生懸命働いていた。だから寂しくても、私は夫に文句は言えなかった。それにそうやって仕事に一生懸命な夫のことがかっこいいとも思っていた。だから週末は私は夫のために力のつく美味しい手の込んだものを作っていた。夫は平日の残業疲れから週末はほとんど家にいてゆっくり休んでいた。今まで見たくアクティブに動くことはなくなったが、それでも夫と一緒にいられる時間を作れるのは嬉しい。だがそんな日々を続けて 2,3 ヶ月ほどが経った頃から、だんだんと夫の態度が変わってきた。ただいま。
おかえり、遅かったね。連絡来てないから、いつも通り帰ってくるかと思ってた。え、ああ、ごめん。連絡したつもりでいた。この頃は繁忙期が終わったのか、基本的に夫は残業をせずに、20時くらいには家に帰っていた。だが最近はいつも終電前に帰ってくることが増えていたのだ。また残業が増えてるの？ああ、ちょっとまた忙しくてね。私はこの時の夫の反応に少し違和感を感じた。なんていうか、何か隠し事をしているようなのだ。それでも夫のことを信じたかった私は、特に夫を問い詰めることはしなかった。本当に仕事が忙しいのかもしれないし、面倒な嫁だとは思われたくなかったからだ。しかし夫は、またしても連絡なしに遅くに帰ってきた。ねえ、今日も連絡なかったよ。これじゃあせっかく作った晩ご飯が無駄なんだけど。ああ、ごめん。それじゃあ明日の弁当に回しておいて。無理よ、今日はカレーを作っちゃったし。そうなんだ、ごめんな。夫はそう言って風呂に入ってしまった。その時にも私は違和感を感じた。夫は風呂場に行くのに肌身離さずスマホを持っていたのだ。今までは居間のテーブルに置きっぱなしなことが多かったのに。それに夫は残業だと言いながらあまり疲れている様子はない。むしろなんだか機嫌が良さそうなのだ。一体どういうことなのだろうか。そう思いながら、私はモヤモヤしながら日々を過ごしていた。そして休日も夫は仕事があると言って家を出ていた。本当に仕事をしているのだろうか。私は寂しい気持ちと夫を疑う気持ちでいっぱいになり、毎日憂鬱だった。家に一人でいると、どんどん悪い方向に考えてしまう。だから私はパートで働くことにした。夫に相談すると、全然いいよと言ってくれた。それなら結婚した時から、パートで働くことを認めてくれればよかったのにと思うが、許可を出してくれたからよしとしよう。そうして久しぶりに外で働き出した私。私は中小企業の事務職のパートに就いた。夫以外の人と久しぶりにコミュニケーションを取ることは、精神衛生上に良くて、夫のことで少しモヤモヤしていても、そこまで思い悩まずに済んだ。それからしばらくは特に問題なく日々を過ごしていた。夫は相変わらず帰りが遅かったり、休日出勤があって忙しそうにしていたが、私はパートをしていたおかげで、あまり夫に振り回されなくなっていた。やっぱり自分で仕事を持っているのはいいことだ。そんな中、ある日心配になる出来事が起きた。それは私が家にいた時のこと。いきなり夫から電話がかかってきたのだ。珍しいこともあるものだなと思い、電話に出た。もしもし、どうしたの？ああ、のぞみか。なんか母さんが救急車で運ばれたみたいでさ。え、大丈夫なの？まあ意識はあるし、とりあえずは大丈夫みたいなんだけど、心配だから今日このまま母さんたちのところに行ってくるよ。わかった。私もすぐに行くわ。あ、いや、大丈夫だよ。え、どうして？だってお前は明日パートだろ。そうだけど、お母さんの一大事だし、休みの連絡を入れるわよ。いや、そこまでしなくていいよ。パート先に迷惑をかけちゃうだろ。俺が先に行って、落ち着いてから見舞いに来てくれ。まあもしかしたら、そこまで入院は長くならないかもしれないし。わかった。私は納得がいかなかったが、とりあえずは夫の言う通りに従うことにした。だが翌日、まさかの出来事が起きた。私がパートを終えて帰ってきた後、インターホンが鳴った。するとそこには、なんと義母の姿があったのだ。私はびっくりしながら、家の鍵を開けた。
あれ、お母さん入院してたんじゃないんですか？え、入院だって。マサトからお母さんが救急車で運ばれて入院が必要な状態だって。いやいや、ただのぎっくり腰だよ。え、ぎっくり腰。恥ずかしながらいきなりやってしまってね。でもそれは1ヶ月ほど前のことだよ。そうなんですか？でもマサトさんが。え、どういうことだい？義母も訳がわからない様子だ。私は昨日友人と温泉旅行に行ってきたから、お土産を渡そうと思ってきたんだ。今日の夜の電車で家に帰ろうと思ってたよ。どうやら義母はたまたまこの家を訪れたようだ。のぞみさん、マサトは私が昨日救急車で運ばれて入院が必要な状態だって電話をしてきたの。はい。それで会社から直接実家に行くからって。私も行こうとしたらパートの仕事を優先して落ち着いてから来てくれって強く言われてしまって。なんだか怪しいね。ちょっとマサトに電話をしてみようか。はい。私はすぐに夫に電話をした。義母にも聞こえるようにスピーカー状態にした。あなた今どこにいるの？私は夫にそう聞いた。すると夫は、母さんの病室だよ。説明を受けてる最中だから電話してこないでくれと言って電話をすぐに切ってしまった。私はこの時夫が嘘をついていることを知った。義母もびっくりしている。説明って何の説明だい？そうつぶやきながら今度は義母が夫に電話をした。もしもし母さん、どうしたの？夫は義母の電話には普通に出ている。あんた今どこにいるんだい？え、どこって会社だけど。本当に会社にいるのかい？うん。どうしたの？なんでそんなことを聞いてくるの？夫は義母からの問いかけに動揺していた。なんだか周りの声や音が騒がしいようだけど。なんか会社の外でパレードみたいなのが通ってて声が響いてるんだ。全くうるさくって仕方ないよ。なるほどね。今ちょうど東京に来てるんだけど、あんたの会社に挨拶にでも行こうかな。ちょっとそれは困るよ。どうして？ちゃんと上司の人とかに挨拶をしに行かないと。いいから。会社に急に母親が来るなんて聞いたことがないよ。そうかい。じゃあ仕事後に少し会えないかい？せっかく東京に来たから、あんたの顔を拝んでから帰ろうと思うんだ。いやちょっと今日は忙しくて終電近くまで残業になりそうだから厳しいかな。夫がそう言ったので私はスマホでカンペを作って義母に、この家に泊まって待つって言ってみてくださいと指示を出した。義母はこくりとうなずき、じゃああんたの家に泊まってのぞみさんと待ってるよと言った。明日から土日だし仕事も休みだろう。義母がそう言うと夫はさらに動揺した。いやそれはちょっと困るっていうか。どうしてだい？相当困っている様子の夫。すると夫は驚きの発言をしだした。実はのぞみのやつ、母さんのこと苦手なんだよ。はあ。私は心の中で思いっきりそう言った。私と義母は顔を見合わせて驚いた。私は首を横に振り、そんなことはないと主張した。義母も分かってくれたようだ。そして夫が隠し事をしていて現在やましいことがあるというのをお互い理解した。分かったよ。わがままを言ってごめんね。このままおとなしく帰ることにするよ。ごめんね母さん。この埋め合わせは絶対に今度するから。そんなのいらないよ。
義母はそう言って電話を切った。私と義母は少しの間ショックで放心状態になっていた。すると義母は何かを決意したような顔をして私にこう言った。のぞみさん、バカな息子がごめんなさいね。もう別れていいと思うわ。このまま結婚生活を続けてもあなたは不幸になるもの。夫が不倫をしていることは明らかだった。今日は金曜日だし、おそらく土日を挟んでの不倫旅行にでも行っているのだろう。そうですね、別れます。それじゃあこの家から出て行こうか。義母にそう言われ、私は強くうなずいた。義母が私の味方でよかった。夫は私を裏切り、義母のことも騙した。義母が入院しているだなんて最低な嘘をつき、さらに義母に対しては私が義母を嫌っているだなんて嘘をついたのだ。義母はすぐに義父に連絡をしてことの経緯を話した。義父は義母から話を聞いて憤慨していた。そして翌日、車を走らせてこっちに来てくれた。バカ息子が本当にすまない。いえ、お父さんとお母さんは悪くありませんから。私は義両親の協力のもと、一緒に荷物を運んで自分の実家へと向かった。この度はバカな息子が申し訳ありません。いえ、わざわざ引っ越しの手伝いまでありがとうございます。義両親が手伝ってくれたおかげで私は自分の荷物をすべて実家に移すことができた。これからは証拠集めになるかしらね。そうですね。私に少し考えがあるんだけど。みんなで居間で休憩をしながら話している時に義母がこんな提案をしてきた。私たちはその提案に乗っかり作戦を実行することに。私が実家に引っ越してから3日ほど経った頃、夫から連絡があった。あれ、家にいないのか。何も知らない夫に私はこう返事をした。ちょっと私のお父さんがぎっくり腰になっちゃって、実家で家事とかを手伝わなくちゃいけなくなったの。だからしばらく実家で過ごすことになりそう。そうなってもいい。私がそう返すと夫からは、わかった。お父さんにお大事に言っておいて、と返事が返ってきた。こんなに簡単に了承するあたり、やっぱり不倫をしているのだろう。そして私がいない間に、不倫相手とたくさん会うに違いない。私はすぐに興信所に調査を依頼した。すると夫は油断していたのか、一週間ほどで証拠が集まった。証拠が揃ったので、私は家に帰った。義両親もその場に立ち会うと言ってくれて、夫と暮らしていた家で、私と義両親は夫の帰りを待った。仕事から帰宅した夫は、私と義両親がいることに驚いていた。え、のぞみに、父さん母さん、一体どうしたの？私たちが一緒にいることに動揺している夫。話があるの。座って。私は冷たい口調で夫にそう言った。夫はビビりながら私の向かいに座った。この状況、言わなくてもわかるよね。え、何のこと？しらばっくれようとする夫。私はため息をついた。お母さんが入院していたなんて嘘をつき不倫をしていたことは知ってるのよ。え、私が簡潔に言った言葉に夫は固まっていた。これが不倫の証拠写真。私は調査結果の写真をテーブルに広げた。夫はその写真を見て顔を青くしている。自分の親の不幸を装って嘘をつき、私を騙して裏切って最低ね。しかも私がお母さんを嫌ってるなんてひどい嘘をついて。え、どうしてそれを？お母さんがあなたに電話をした時、私隣で聞いてたのよ。そんな。案の定不倫してたから呆れてしまったわ。
もうあなたとは結婚生活を続けることはできない。離婚してちょうだい。私はそう言って離婚届をテーブルに置いた。夫は動揺しながら、離婚は考え直そうよ、と言ってきた。だが義両親がそれを許さなかった。いい加減にしろ。罪を犯したんだから、それ相応の報いを受けろ。私のことまで利用して、のぞみさんを傷つけて信じられないわ。あなたが何を言おうと、のぞみさんの離婚の要求は飲みなさい。そして慰謝料も支払って反省しなさい。義両親が怒鳴ると、夫はビビって小さくなっていた。そして言われるがままに離婚届にサインをした。ここまで協力してくれた義両親には、本当に感謝している。その後、私は離婚届を提出し、元夫と不倫相手に慰謝料を請求した。なんと元夫は、会社の専務の娘と不倫をしていたらしい。しかも不倫相手には婚約者がいたらしく、元夫は不倫相手の婚約者からも慰謝料を請求されたそうだ。さらには専務の娘の結婚相手というのが、会社の重要取引先の社長の息子だったらしく、今回の不倫騒動で、危うく取引がなくなりかけたそうだ。その結果、元夫は責任を取る形で会社をクビになったらしい。だが義両親は愛想をずかして、元夫と縁を切っていたので、元夫は無職の状態で、慰謝料という借金を背負う形となった。現在はフリーターをしながら、収入のほとんどが借金の返済に消えて、貧しい生活を送っているそうだ。すべて自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私はパートで働いていた会社で、正社員として雇ってもらえることになった。一緒に働く人たちはみんないい人ばかりで、楽しい職場なので、正社員になれてとても嬉しい。また昔のように仕事に打ち込んで、会社に貢献しながら新しい人生を歩んでいこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。